皆さんこんにちは、リクトです。今回ですね、毎週やらせていただいておりますコロナスキン時効なりにリンククリックの感想を伝えたいと思います。今回ですね、福井深夜に放送になりました第7話の正直する感想ということで、いつもの一切忖度なく初めに頼まして、このままありで、感想を話していきたいなと思います。そしてね、頼まして感想を話していきますんで、まあご先見たことないよとか最新話の見れてないよとかも安心して、聞いていただける幸いです。ということで、まあ、前回がなんと番外編というとこで、番外編かと思ってがっかりしてたらめちゃくちゃ面白かったと泣いたぞという回でね、まあ、結構疑問点もあったんですけれども、それ視聴者の皆さんのコメントのおかげで見事に解決しました。本当にありがとうございます。すごい助かりました。多分この動画見てる方の中で、本家の方、まあ、中国語のバージョンとか、英語の字幕バージョンを見られてるという方も結構いらっしゃるみたいで、やっぱその日本なんか、そのでも前回思ってしまったのは、やっぱ日本語訳版って完全版じゃないんだなっていうのを改めて思ってて、まあ、ちょっとやっぱ本家には踊ってしまう部分もあんのかなとか思ったりもしてました。でもね、疑問は全部解決できました。本当にありがとうございます。で、以前ね、僕と同じような疑問を持った方ね、コメント欄の方でもう全て答えてくださりました。皆さんが本当にありがとうございます。ぜひね、気になった方そちらもね、参考にしてみてください。で、まあ、3から5話は、まあ、1と2話が、単体でもとんでもなく面白いと。で、3から5話がもうボロな機会というところでね、今回7話、まあ、本当に5話が非常に続きが気になる引きだったんですけれども、まあ、今回7話どうだったか正直な感想を話していきたいと思います。ということで、ネタバレなしの感想ですね。早速もう結論から入っていきたいと思います。今回の感想、まあ、正直言いますと、時効だりに7話はですね、体感病でしたね。Amazon プライムビデオで見てたんですけれども、よし、あと何分ぐらいかなと思ったら、もうスクロールバー最後でしたね。え、みたいな。もう終わんのみたいな。いや、しかもなんか話的に、こっからやみたいなところで終わったって思うんですよね、今回なんか言って。いや、もっと見たかったと。こっからやぞと、こっからどうなんねんとね、いう感じで終わりまして。まあ、この作品って、1話単体で完結する話も結構あるもんだから、1話と2話と6話はそうだから、うん、やっぱね、その、なんか、引きが、やっぱこう、なんて、普通に引きもめっちゃうまいですよね、この作品。どうなっちまうんや、みたいな感じで終わりまして、早く続き見たいなっていう感じもしましたし、体感時間秒だったなと。で、まあ、めちゃくちゃ面白かったですね。うん、ほんとガチおもろいなと思って、この作品。やっぱまあ、5話非常に気になる日だったら、ネタバレなしの範囲で言いますけどね、非常に気になる引きとっから、まあ、今回話としては、まあ、タピオカ屋の、まあ、息子さんがね、まあ、すごいやっぱ両親、まあ、奥様と旦那さんで経営してるタピオカ屋さんも非常に繁盛してて、もう息子を見る時間がないと。でそんなね、息子はどっかに誰かに連れ去られてしまう、消えてしまうっていうところで、依頼をかけられるっていうところから、ね、始まっていった、まあ、今回7話だったんですけども、うん、まあ、今回解決したわけじゃないんですけども、めちゃくちゃ面白かったですし、あとやっぱ前回までの話と繋がってて、じゃあ今回どうすんの？え、前回こうあったんだけど、今回じゃあどう、何をしようとしてんの？みたいな話もあって、やっぱおもろいなと思ってね、見てました。で、やっぱ、今回の回、ちょっと見てた限り、結構伏線転校折り返ったんじゃないかなとか、ちょっと勝手に思ったんですけど、まあ、ちょっとこれは、次回以降の8話とか9話とか、11話でこの先終わんのか、もっと見たいね。まあ、噂によるともう2期も決まってるみたいですかね、本家の方はね。日本で放送されるかわかりませんが。非常に面白いなと思って見てましたね。伏線もかなりあったかなと思いますね。また最新を見る前に、また8話放送される前にちょっと7話見返したいなとか思ってます。うん。で、まあ、やっぱ前のモースでも話してたんですけどね、やっぱ中国バイアスがかかって見てない人が結構いるみたいで、もったいないですね。別に面白くないと。この先見てみて、1話辛すぎるとは、2話まあ、もろくねえなと思ってみんなやめたら別にいいんですよ、まだね、それだったら。もう、中国だからという、中華アニメだから、日本語も吹き替え版やろという方で、ね、見てないのほんともったいないと思うんで、ね、まあ、まあ、ここまで動画見てくださった方は見てんじゃないかとは思うんですけど、まあ、ちょっとこれはもったいないなって、やっぱ、思っちゃうし、やっぱ中華アニメの難しさなのかなっていうのは、思いますよね。本当面白いですよね、この作品は。うん、本当もこれまで見た中華アニメじゃナンバーワンと思うし、本当、うん、歴代見たアニメの中でもめちゃくちゃ面白い方だと。まあまあ、最終話、失礼します。最終話見てみないと分かんない部分もありますけれども、めちゃくちゃ面白いアニメだなと思って見てますね。うん、素晴らしいと思います。はい。まあ、ただね、ちょっと前の生放送でも結構いただいたんですけど、脳死で見れるアニメじゃないです。何も考えて見れるアニメじゃないから、そこはちょっと難しいところでもあるかな。まあ、話難しいって人もね、いらっしゃいますからね。まあ、個人的にはなんか程よくなんか難しさもあり、今非常に面白いなと思って見てますが。うん。今回もめちゃくちゃ面白かったなと思いました。はい。ということで、ネタバレなしの感想はこれぐらいにします。これはネタバレありの感想で、ね、話していきたいと思います。ぜひね、最新話まで見ていただいたら、ここから見ていただけると嬉しいです。ということで、で今回7話、ネタバレありの感想としましては、
まあ、ネタバレありとしてやっぱね、思ってたのとちょっと違ったんですよ。まあ、前回、まあ、ちょっとネタバレにご注意くださいね。前回の5話、まあ、6話番外編だったから、で、5話で、刑事さんが来ると、で、なんか捜査が始まるのかなという感じで、なんかちょっとなんか話がこれまでちょっと若干違う感じなのかなと思ったら違ったんですよね。で、話正直僕思ってたのと違ったんです、結構。だからまあ、あくまで刑事さんも、息子さんを探すため、タピオカさんいなくなってしまった息子さんを探すために、刑事が訪ねてきた、まあ、自己代理人、まあ、自己写真館を頼りに来たわけですね、要するに。なんか、捜査に来たと思ったら、そういうなんか捜査じゃなくて、単純に頼りに来たっていうのが、まあ、全然思ってたのと違ったわけなんですけれども。うん、で、まあ、今回はね、リンとかも関わってて、うん、で、まあ、リンが、息子が潰せられるとこを瞬間を見てたんですよね、当時。当時見てたというところで、まあ、最後、トキがリンと開口してしまってか、トキもね、もはや今回は憑依するものがないから、もう、なんか自分が降り立って12時間入れるのかな、すごい能力だ、みたいな思ってましたが、まあまあ、ここは深く突っ込むとこじゃないと思うんだけど、その、リンとバッと会ってしまって終わるわけですよね。どうなるねん、みたいな。ちょっとね、影響やっぱあるんじゃないかな、とか現実に。まあ、それ、リンの記憶も変わってきますしね、これはね、非常に気になるとこだったし、で、まあ、やっぱ何より今回、やっぱ非常に大きな主題としてあるのが、前回やっぱ過去はどんだけやっても変えることはできないぞ。めちゃくちゃ大きな分岐点ですよ。前回死というね、分岐点。で、今回は息子が失踪するっていう分岐点を変えるって無理だと思う。てか、やっちゃダメだと思うんですね。うん、でもほんと他にも影響出てくると思うんですよ。うん。で、まあ、そうやって前回もう身に染みて分かった状態で時がダイブしていく、その真意はどこにあるのか、一体彼らは何をしようとしているのか、みたいな、やっぱ、すごい今回は気になるところで、やっぱリンもね、まあ、子供さんがね、息子さんが、連れ去られるとこ見たんだけど、あの時声をかけずに、で、自分が目撃したことを言えずに、やっぱすごい後悔している。だからこそダイブしたっていうのはあると思うんだけど、まあ、じゃあ最終的に何を目指していくのかっていうのは、やっぱすごい、今回は気になるところだったなっていうのは、思いましたし、まあ、多分ね、普通の前回の回からやっぱ今回は普通ダイブしないんだけど、やっぱそのうまくそこをリンを絡めてきたっていうとこまた、うまさなのかなって、構成上ね、うまさなのかなっていうのは、思いましたね。うん。で、あと、今回結構辛かったですね。まあ、旦那さんもずっと探されててね、お父さんもね、すごいというか、まあ、3年間ですか、もう、とんでもない、なんかもう精神おかしくなるだなと思って見てたら、お母さんが、まあ、幼児対抗というか、うん、なんかまあ、息子みたいになっちゃってた、息子みたいになっちゃってですね、もう、うん、でも完全にもう精神が参っちゃってるっていうのも出てきて、いや、今回のはちょっとなんか辛いというか、実際、多分ね、リアルにそれ息子さん、まあ、僕別に息子がいるわけじゃないから、なんもわかんないけど、もしいるとしたら、まあ、実際、ああやっておかしくなっちゃう可能性十分あると思うんですよ。しかも、自分が構ってあげられなかったから、うん、いなくなってしまった。だから、例えば、自分が寝てる間に息子がどっか行ってしまったとか、そういうわけではなくて、うん。っていうところで、やっぱすごい罪悪感もあるだろうし、ちょっと見ててやっぱ辛いところもあったかな、今回の回は。うん。で、やっぱ、だからこそ、その今回過去にダイブして、じゃあ奥さんの状態なんか変わるのかとかね。まあ、息子はでも、どうやって今回の話を持っていくのかってやっぱすごい気になるところで、最終的に息子は見つかってるわけです。だから犯人を止める可能性は十分あるんだけれども、じゃあ止めたらどうなっちゃうのとか、何を目的にしてるみたいなのがやっぱすごい気になるところだし、まあ、最後リンとね、会って、じゃあやばいじゃないですね、みたいな。っていうところで、まあ、ここはやっぱすごい次回が楽しみだし、やっぱ読めないですね、この先の。この先にというところって、次回こうなるんじゃない、多分こうなるだ。例えば、試合だったら次回多分勝つんだろうなとか、まあ分かるんですけど、この先に次回どうなるかよう分からんから、これやっぱ面白さで、次回どうなるんだろうみたいな、すごいなんかその好奇心というか面白さに繋がってんのかなっていうのは思いましたね。あとはまあ、今回結構やっぱその伏線がてんこ盛りだったんじゃないかというところで、まあ、刑事さんがね、ページを、犯人のページを見て、被害者からのページを見ていく中でエマが映ってたんですけど、で、ページが抜けてる箇所があるぞ、みたいな話もあって、うん、そこの、なんか、ね、なんで抜けてんだろうとか、まあそういうなんかちょっと伏線めいたところとかもあったり、まあ他も結構いろいろあったと思うんですけど、うん。そういう面でも次回以降にうまく繋がっていくんじゃないかなと思いましたし、うん。まあ最終的にこの先がどこに着地していくのか、まあ11話で完結するみたいですけども、やっぱそこもすごい注目点だし、やっぱいい意味でほんと読めないんですよね。やっぱこの先のやっぱその面白さにほんと繋がってると思いますね。ほんと楽しみだし、マジ体感病でした。ほんと早く見たいです。はい。今回の回もね、非常に面白かった。うん。この先やっぱすごいね、やっぱ一番単体でも面白いし、こうやって続きのセットのシリーズでも面白いってやっぱすごいところなんでね。まあ3から5はもうボロボロに泣きました。今回はどうなんですかね。まあでも単純になんか、今回はボロボロ泣くというよりなんかすごいめちゃくちゃ面白い、まあ、笑うというかめちゃくちゃ面白いと、なんかこう画面に釘付けになっちゃう体感秒レスみたいなイメージがありますけどね、どうなっていくのか、またボロ泣きするのか、それともね、さらなる面白さを見つけるのか、いや非常にね、今後とも楽しみに見ていきたいなというところです。はい。
では、今回ね、自己代理の感想は以上となります。ありがとうございました。前回ね、本当、補足の説明いただいた方、本当にありがとうございました。私自身もね、6話、今回は全然何も思わなかったんだけど、6話とかやっぱ結構疑問点があって、それが本当解消できるとね、すごい、ありがたかったし、まあ、やっぱその、日本語訳版がいかにその本家に近づけるかっていうところも課題になってくるのかなって、今後思いました。まあ、そんなにね、今回の回も多分大丈夫だと思いますんでね、結構、話としても分かりやすかったと思いますし、本当非常に気になる、続きも気になる感じで、まあ、やっぱ辛い部分も出てたし、なんかその、これまでの話を生かした部分もたくさんあって、今後どうなっていくのか非常に楽しみだと。8話以降もね、私自身また開始感想が上げていきます。それ以外はね、いろんな内容の感想ランキング、漫画の紹介もやったんですね。ぜひ、これ、気にチャンネル登録やって、高評価の方もしていただけたら嬉しいです。ということで、今回の動画は締めたいと思います。本当ですね、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。